どうも、インターン生の矢野です。今回紹介するアニメはちはやふるというアニメです。ちはやふる自体はその実写映画化もされててすごい有名なので知ってる人もいるんじゃないかなって思うんですけど、多分見たことない人とかってその少女漫画だからなんかあんま興味ないなっていう風にその遠ざけちゃってる人とかが多いんじゃないかなって思うんですけど、すごいもったいないと思います。そのこのちはやふるはなんか少女漫画っぽいというよりかはそのどちらかというとその熱血のスポコン系アニメみたいな感じなんで、すごい少女漫画見たことないよって人でもハマれる面白い作品だと思います。このちはやふるをその高校の時に友達に貸してもらって読んだんですけど、それが少女漫画で初めて読んだ作品だったんですけど、すごい面白くて、そこから少女漫画にハマっちゃいましたね。きっかけになるようないい作品なんじゃないかなと思います。実写映画のなんか続きも今作ってるみたいなんで、ぜひこの機会に見てみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。